この場所は夏水のない時は下がガタガタで階段みたいになってるためになんか歩けますね。いつだか歩いたことあります。あっちが下、青大玉の滝です。ここは水が溢れた時だけ余った水が流される状態です。旭川の方に持っていく水はどこか別な、どこにその水路があるか私はちょっと今わからないですね。それを作りたいからこのダム作ったということです。はい。